LKBTV。 私のテーマいきます。はい、愛ちゃんのテーマはですね、こちら、男性がけだものになる、とびきりセクシーなショートヘア指名して、うん、ということで、男性がけだものになる、すごいね、飛び切りセクシーな勝負、はい、ショートヘアということで、はい、髪の毛結構短めなんですよね。そうだね、下がります。ちょっとじゃあ失礼します。はい、なんか今、はい、お分け目が、うん、まあ、少しこっち、そう、少しこっち、はい、なんですけど、これを結構大胆に、はい、嘘でしょ、はい、で、ちょっとこちらをいいんで、こっちを少なめにします、はい、で、このさっきの、 あの分け目の話ですごい鋭いとこいっぱい言っていただいたんですけど、ここをギザギザでギザギザにして、そんなにいっちゃうんだ。四三とまではいかないけど、六四ぐらい、はい、あ、もうすでにちょっと変わったんじゃない？後ろの方をね、うん、ここちょっとどうしてもこういう風に落ちやすいので、落ちやすいです。こんな時に結構このこれ持ってると一つ、なるほどなるほど。これをちょっと根元を立ち上げていきたいなと思います。カーラをちょっと前に。はい。すごい、ワイルドって書かれてる。下水って書かれてる。これでやったらいいね。ここのちょっと立ち上げを作りたいので、これを使って、うん、さっきのホットカーラーの質問じゃないんですけど、はい、ホットカーラーでも構わないですけど、ホットカーラーだとちょっとクリッとつきすぎて難しいんですよ。この結構この何も熱のない網でも十分、はい、あ、つくんですね。そうなんですよ。知らなかった、100均で売ってるやつだよね。置いて前髪はちょっとこっちにつなげて、そう、はい、前髪があるとやっぱセクシーに見えないので、ね、やっぱ前髪あるのとないので変わるよね、うん。あと今ここがペタンとなってるんで、ここに R を書いて隙も入れていきます。はい、R って何？ R、 あ、 R っていうのは、うん、丸みっていうんですかね。ここにこうくるんとカーブ、はい。で、こう手を使っちゃうとちょっとグリってなってしまうので、違うの？カーラーで、あ、じゃあホットカーラー、あ、ストレート、ストレートアイロンで、うん、していきます。で、ちょっとやりにくい時はこういう感じで2等分に、なるほど、割っていただいて、これだったらね、なんか全然できるよね、うん、今のとこ。アイさん、正面じゃなくて横顔にした方が見やすいですよ、うん、見やすい、見やすいって何？そうね、大丈夫ですか、私ヘアがね、ヘアスタイルが、さっきのこういう、ちょっとこういう風にわざと上に、なるほど、上にアイロンを上に、うん、こうなんかね、アイロンだと下に下にやるイメージあるけど、ってるこういう感じですね。でもそれでちょっとここで本当 R になってる、はい、うんうん、自分ですると、うん、こうハート、ハートを描く感じ、なるほど、うんうん、ハートを作る感じでこうやると、うん、あ、いいね、自信のある横顔って書かれてるいや、そうなる、私もさっき横顔がドヤ顔だなって出てたそうでもないんだよね、真剣なんだよね、あんま動いちゃいけないしって思ってね。まこさん、これぐらい短くしたことありますか？ある、ある、あるあるある、出てきたばっかぐらい、最近はもう全然ないけどね、うん、そう、ハートを作る感じでグイッと空気を入れると、わかっとるね。でもストレートアイロンでストレートだけじゃなく、こういういろんな使い方があるんですね。そうなんですよ、なんかもう逆にコテで短い髪をコテで巻いちゃうとちょっと慣れないと、ちょっと逆につけちゃうというか丸くなる。あ、でもそれはあるあるある、広がっちゃうので、こういう、さすが、これはもうプロの力だね、うん、結構、あ、いいじゃない、ふんわり感全然違いますね。だって違う、なんか柔らかく見えてきて、うん、またあれですね、こうやってるお二人を指導するコーナーを やりたいですね。ああ、確かに、いいかもしれない、次それいいかも。意外とやってもらうことはできても、そうそうそう、自分でやるってなるとまた違いますからね、はい、うん、だって今思ったけど、さっき私こっち側にいたじゃん、まこさんの見てる方がすっごい勉強になって、うん、今やっぱ分かんないね、そう、そうだね、で、私も今短ければなって思っちゃうもん。これ今見ててね。見直せばいいね、もう一回。そうそうそう、見直したらいい、うん。だから皆さんもですね、ぜひぜひ気になる方はですね、すこちらのですね、LC メイク検索、LC メイクで検索するとですね、いろんな感じのやつを動画を見ることができます、うん、はい、で。動画見ながら自分の髪型変えてみたりとかもぜひやってみてください。今ついに逆側行きました。はい。愛ちゃんは今逆側に R、エアを入れて、こっちも一緒なんですよね。今やってますね。いいですね、必死ですけど楽しいです、全然いいですね、うん、皆さん LC メイクで検索してみてください。いい、
でもやっぱね、こう分け目変えるだけでも全然イメージ変わりますね。勇気いるんだよね。でもそう結構短いと何もできないとか思います。やっぱりどうしようっていう方多いんですけど、うん、意外と分け目っていうことは忘れてた。分け目ね。しかも分け目って結構ずっと同じところにしてたらね、うん、結構頭皮も日焼けしたりするし、そうなんですね、そこでしかもう分かれなくなっちゃうんだよね。分かれなくなっちゃう。どう頑張っても分け目変えるっていいね。あ、いいよ。愛ちゃんもいい感じで。本当ですか。みんな見えますか。使用前使用後を比べて欲しかったなと、うん、あ、本当ね。確かにね、覚えてるでしょ。でね、ちょっと先にここを外す前にこの前髪も、そう、今ストンってなっちゃってる。はいはいはい、つなげていきます。前髪もつなげちゃうと、前髪もこれ結構普通に下ろしちゃうと、うん、まっすぐなっちゃう。なっちゃいますよ。こっちにもう思いっきりこの前髪を、うん、こういう、なるほど、グイッと、こっち向いた方がいいかな。よいしょ、はい、いいですね。ストレートアイロンでここまでできるってね、すごい。そうなんですよ、いろんな使い方があるんだな。結構ストレートは持ってる方も、そうなんです。多分最初に持ってるから、あのね、普通にコテよりも先にストレート、やっぱ学生時代から使ってたな。前髪もエアーをかけるってことですかって、うん、はい、前髪もこれ分け目が逆な場合は逆に向かって、はい、うんうんうん、やっぱブロッキングするとうまくできるんですか。ブロッキングした方がうまくいくと思う、うん、やばい、全然違うじゃん。もう違うよね。やばい、嬉しい。もうね、家帰るだけなんですけど、はい、いやいや、今日ちょっと携帯いじるよ。携帯いじる。でもほら、2人とも明日オーディションあるし、そう、ね、このまま寝よう。そして、うん、ちょっとこのファッと刺したこの状態で冷ましておいてあげる方が。なるほど。そうなんだ。最初すぐ触らないで、はい、ちょっとそれで冷ますと。撫でて使うのかな。いつ使うんだろう。これさっき巻いてたこれなんですけど、すげえ、わかりますか。あ、本当だ、ふわって立ってる。わ、すごい。そうなんですよ。ちょっと夜っぽい。そっち。ここの高さを出すのがね、うん、全体的じゃなくてこの高さっていうのが。でもそれでちょっと小顔に見えるよ。ね、なんかすげえかっけえ。そうです。ただこれの役目ってこの立てるとこだけなんで、この毛先はやっぱりちょっと巻かなきゃいけないんだ、はい、アイロンで。そっかそっかそっか、アイロンでやるって。ここを入れないように、うん、このここですね、たあの根元のところをアイロンしなくて、うん、根元から半分ぐらいかな、うん、はい。使用前は毛が張り付いてた感じ、今は違う。帽子かぶってましたから、ね、そっか、そういうことね、うん。そうです。はあ、なんか、うん、なので結構ご自分にされる時はさっきの、はい、こうですね、この半分から前って感じで。なるほど。前に向かって。はあ、なんか顔を小さく見せようと私はどっちかって言ったら貼り付ける感じにしちゃってたんだけど、違うんだね。逆にこういう風にエアっぽく遊ばしてあげた方が、うん、いい、女の子らしいし、男性が毛だものになると。なんかだって太って見えるかなと思っちゃったけど、顔が飛び切りセクシーな勝負ショート。結構これポイントですけど、流したいなと思って流すよりも、はい、これとりあえず両方を全部内にしちゃって。なるほど。やっぱり流したいと思ったら、そう、後ろこっちにしちゃう、実は流れるんですよね。なるほど。なんで結構、うん、流すっていうのは難しいんですけども、すべて、うん、うわ、全然違う。なんか、はい、なんか大人っぽい。なんか安尿になってきた表情も、うんうん、じゃあ愛さんはこの撫でての、あ、一番これ人気のマスカット、はい、やった。撫でてのマスカットをつけます。でこれも1滴2滴 1.5 ぐらいやって手に。可愛くて誰かわかんねえだって。ゲストないですねって。ニコ玉とかにいるようだって。どういうことだよ、ニコ玉とかに。わかる。あと、この毛先、そして、うん、あのショートなのでワックスをつける感じで、うん、結構乱します。はあ、これいいね。ちょっとベッドインする前にこういうのしたいよね。1時間かかるけど待ってて。いや、その間にガムないのだろう。よく美容師さんとかがやってる、やるやるするような感じ。あれ、あ、なんだ、めっちゃいい匂いする。あ、嬉しい。でこのここですね、ここもこの残りでさっきこう巻いてるので、うん、なるほどなるほど。でショートの、そうですね、ショートの方で立ち上げをちょっといい形で決まったら、うん、ちょっとこう立ち上げのとこだけこう指を入れてあげるって、うん、カードで固めるとこういう感じで、いやーってやつですね。空気感入れるみたいな、はい。ゲストルが可愛いアイドルになっちゃってると。いいことじゃん。
大人の魅力でイチコロですね、うん、と。そうだよ、どうせなら可愛いアイドルで売れなかったよ。そんなアイちゃんの DVD があればいいのにな。あるんです。いつ?12 月20日発売でございます。もうすぐだね。もうすぐでした。ちょっと指の先だけ、はい、さっき言ってたやつだ、うん、これからで言うんですか。ここはあれですね、もう自分の好きにじゃないですけど、うんうんうん、あでも全然違う。これ取り直し、うん、これで取り直しの方がいいねって書かれて。いやこうやってなんか結構大人っぽいのも愛ちゃん結構合うんだね。なんか結構子供っぽい感じが多いじゃん。まあそうね、そうね、若作りさせてしちゃってるけど、うん、そうですね、意外といいんじゃない。そういうちょっとこのこうやってかけてあげてもどちらでもいい。どう、うんうん、いい、うんうん、あ全然違う。あお姉さまって感じて、うん、そうです。この髪型で撮り直しだねというのも来てるけど、すげえ。あす全然違う。セクシーってみんないいじゃん、いいじゃん、いい。さあファンデーション来ました。きましょう。そしたら、まあ、さっきと同じなんですけども、はい、楽しいねこれ。オーダーでいけそうですね、うん、これなら愛さんのファンになるだってどど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 どういうこと。これ結構ポーチにも入りやすい大きさなので、うんうんうん、朝だけつけて家に置きっぱなしにせず、ぜひ持って入る入る。でお直しの時にお粉だけとかでもいいし、はい、すごい。女性の方、ショートの方いますか。みんな長いのかな。けだものにしちゃえ愛様って来てるよ、もゆきさん。でもすぐ自分でできそう。色っぽいけどゲスクはないですねっていうのも来てるし、うん、できればね。のんのんの、はい、行きます。あ、いる。だって勉強になるよね。いつもさ髪型困るじゃん、うん、やっぱり短いと。これでものんのんのって上げてくれてる人がさ、うん、あの男性っていうパターンもあるね。ショートショートそうかもよ。耳が前、そう、私前向いてんですよ。そうなんだよね、うん、知ってた知ってた。あとチーク行きます。あ、チーク、はい、同じですね。またニコッとしてもらって、で愛さんちょっとなんかこう、うん、エロい感じよりがいいです。なので少し丸というよりこう上にシャープにしていきたいと思います。そっかそっか、私のテーマ違うからね、うん、男性が毛だものになるって、ね、襲われたいってことだよね。そういうことだね。あ、よかった。ほら、女の子って言った。ニコッとしてって。ニコって、はい、ニコッと、うん、ちょっと上に目がけて、あ、歯閉じて、歯閉じて、うん、歯出さないで、まあ、うん、出ないでよ、歯、プって出ないでよ、うん、ずっとグって我慢しててよ、うん、プって出さないでよ、あ、出た、あ、出たよいしょ。じゃあ反対も、うん、うんってやってよ、うんってやってよ、出さないでよ、前歯出さないでよ、前歯隠して、ごめんなさい、メイクさん全然大丈夫です。マイク、前歯隠してよ。まあ、結構指でできるので本当に。前は出さないで、前は出さ、あ、出たーたーらん。あ、もう出さないでよ、絶対出さ、あ、出たーカメラ撮れなかったそしてアイさんはちょっとリップを2つ使いたいなと思います、はい、このえ濃い色、あ、濃い色リップもあるんだ。私知らないこれ。そうですか。これチークと同じ花びらの色なんですけど、ちょっと二刀流でいこうと思います、うん、はい、はい、まずはそっちですね。まずはこの色のついてる方、これをまた薄く、全体に。あ、薄い。あ、いいね。色なんです。今薄ピンクの濃い色のグロスですね、うん、グロスの方全体に塗ってます。濃い色シリーズのこちらですね。濃い色シリーズのリップグロス、濃い色リップグロスを全体に塗ってます。ピンクのやつです。薄ピンクのやつですね。そこは自分の方が塗りやすいかもしれません、うん、あ、これ自分で塗った方がいいんだ、うん、はい、今全体を濃い色で塗っております、うん、はい、そして今からぬれぬれですね、はい、ぬれぬれのこれは、マスカットですね、うん、濃い色プラスぬれぬれ、いくらぐらいですかってきても。濃い色は濃い色リップグロス、またこれは、うわ、あ、こうやって塗るんだ。これもまたさっきと真ん中に、こちらはですね、LC さんのホームページで買うことができる。だいたい2000円でお釣りくるぐらいですかね。3000円ぐらいすると思ってた、うん、2000円でお釣りくるぐらい。そして今、全体的にピンクの濃い色をグロスを塗った後に、うん、濡れ濡れを塗っております。ちょっと伸ばしちゃうと、ダメなんですね。そうです、ムラになっちゃうんで。付け方がトン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 してる。トントンと。
まんべんぬれぬれはトントントンと。質問なんですけど、別にこうやって、はい、あつけなくてもいいんですね。線というか、はい、今なんか、リップペンシルで描くよりもなんかリップあのなんですかグロスで1本でしたり、まあ、クレヨンみたいなものだったりとかの方が、はい、使いやすいですね。すげえ。え、ちょっと私ちょっと個人的に聞きたいことあります。はい、今濃い眉毛みたいなの流行ってません？流行ってるね。太い眉毛が流行ってます。どれぐらいの濃さなのかが分かんないんですよね。もうちょっと濃い方がいいんですか？流行りあと太くね。そう、太く。ここを変えたいんだよね。縮めるのが多いよね。そう、変えてみたいなと思って。今綺麗なんですけど、少しなんですかね、あの眉毛のここ眉頭って言うんですけど、はい、そこをもう少し主張。はあ、主張していいんだ。ただ、まあ、男性受けはあ違うやりすぎると。なるほど、確かにそうかもしれないですね、はい、なのででもただもう少しここを渡してあげる方がこうキュッと、はあ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 、少しなんですけど違う、ちょっと違うね、やっぱ動画にで。ちなみにこちらの濃い色グラスペーパーですね、はい、2300円。 ありがとうございます、はい、販売しております。そうなんだ、うん、もう少し確かにそうですね、このこっちも同じように、はい、うん、濃くしてあげれば、はい、あ知的になった。だって、うん、全然違う。でもしっかり見えるね、やっぱりしっかりしてる人に見える、うん、で目がパチッとより見えますよね、うんうんうん、なったなった。どうでしょうか。あいいんじゃない、うん、でも分け目とこうやって変わるだけ、うん、簡単にできましたからね今。あと何かありますか、こんなコツじゃないや、ここ言い忘れたみたいな。そうですね、でもいいよね、うん、なんか質問ありますかね。大人の女性だって、うん、大人の女性。ちょっと最後にどっちがタイプなのかちょっと聞いてみるのどう。アンケートでどうでしょうか、どっち系がいいかっていう。エロかは大人がいいか、お嬢様風のね方がいいか。まあでもいつものそのキャラクターの違いとかっていうのもあるだろうし、うわいい、うん、またタイプが違うので、うん、あいちゃんが、うん、あいちゃんのテーマがですねこちら、はい、はい、男性がけだものになるとびきりセクシーな勝負ショートヘア。ショートヘアですね。はい。そして、私が、うん、今夜は必ず彼を落とすぜ、うん。はい。勝負ヘアのロングヘアバージョンということで。ございます。だ長い方がいいのか短い方がいいのかっていうね、うん、人の好みもあるかもしれないけど。ね、今ちょっと作ってます。あ、じゃあ西田さん座ってください。あ、そうです、そうです。すいません。ありがとうございます。いや、全然違う。すごい気に入り。うん